はい、ありがとうございます。先ほどまではジャック海外協力隊で何をしてたのかみたいなところをお伺いしたんですけど、はい、これからが本題で、うん、今何してるのかっていうところをお聞きしたくて、うん、そもそもジャック海外協力隊でモンゴルから帰ってきた後、マッキーさんは何してたんですか？モンゴル帰ってきた後、うん、日本一周したね。そんなことやってたの？そんなことやってた。じゃあ日本戻ってきて、うん、そこから日本一周して、うん、いろんな県に行ってたみたいな。いろんな県に行ってた。海外で日本を100監視したから、うん、辻褄合わせじゃないけど、うん、今度は国内をその感覚のまま見てみたいと、うんうんうん、思ってぐるっと一周して。あ、そうなんですね。それどれぐらいの期間をかけて行ったんですか？あ、でもね、1ヶ月半ぐらい。あ、そうなんですね、うん、じゃあ1ヶ月半終わって、それで地方で働きたいなっていう思いもあってね、うん、それでまあ水上に戻ってきたっていうところかな。あ、そうなんですね、うん、水上に戻ってきたっていう時に関しては何をするかっていうのは決まってなかったんですか？出馬するっていうことを決めたのよ。そうなの？そう。ちなみにめちゃくちゃ気になるんですけど、うん、出馬するって普通にできるもんなんですか？例えば僕でもできます？できるできる。あ、そうなの？みんないいんだよ。え、じゃあ出馬しますってなった時、うん、手続き書類みたいなの作るってこと？普通に立候補届けがあるから、うん、それをもらって記入して総選挙管理委員会ができるから、そこからこういうルールでやってくださいっていうのを受けて、それで、はい、わかりましたで、はい、選挙日を迎えて選挙、書類を作って立候補しますって言って選挙管理委員のところに行きますよね、うん、でそこから選挙活動みたいなあるわけじゃないですか、うんうん、それどれぐらいあるんですか？実際選挙の日程としてはね、5日間ぐらいなんだよね、うん、5日間。そんなに長くないの、うん、じゃあ5日間の間で投票してくださいって言われるんですね。そう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 。じゃあその中で5日間投票してくださいっていうのを水上町でやると。でもその前とその期間中は選挙活動していいんですか？選挙活動はその期間じゃないとダメ。じゃあその5日間じゃないとダメ？ダメなんだけど、厳密には講演会活動はしていい。講演会活動って何？だから政治活動はしていいの。ああ、そういうことなんですね。 その期間に投票してくださいとか、うん、とはもう一切だ、うんうん、それはもう選挙違反。じゃあその5日間、まあ、勝負の5日間ですよね、うん、その前にはマキさん何かやってたんですか？実はその前からね、俺が教員になりたての頃からね、政治家になれと、地域を良くするには議員になりなさいと、そう言ってくれる方もすごく周りにはいて、うんうんうん、俺も一応大学の時政治学科ではあったんだけど。あ、そうなんですね。だけど自分がねやるっていうことは一切描いたことはなかったから、うんうん、はい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 。じゃあなんでだろうと思ったんですか？それはやっぱモンゴルに、はい、で、はい、日本をこう俯瞰してみた時に日本のことがよく見えるじゃん。わかる。離れたからこそ、うん、その時に勝手に日本が好きになっていくじゃん、過酷な生活であればあるほど、うんうんうん、その時にやっぱり日本のために働きたいなって自然と思うじゃん、うんうんうん、ジャイカの人って割とそういう人多いと思うんだけど、俺なりに考えたのはね、日本って都心にあれだけ人がいます、うん、地方には人がいませんっていう構図が、地方衰退、都心の一極集中化、うんうん、この2つがもう問題されてるっていうのがよく分かったの、うんうんうん、じゃあ我々世代って都心に行きたい、都心じゃなきゃダメだって思ってる人ってそんなにいないと思うんだよ、うんうん、あらゆる都合上都心にいるけども、うんうん、別に仕事ができるんだったら場所を問わずどこだっていいですよと、なんなら自分の時間と自分の大事な人たちと一緒にいる時間を大切にできる場所で仕事ができるのであればそれがベストだよねっていう世代だと思うんだ、はい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 、それを進めていく上には地方の魅力を出していく、そういった仕事に就きたいと思ったんだよね、うん、でそうなった時に自分の地元この水上っていう土地ってそれらをまとめる力があるというか、これからの時代は地方だっていう時代はもう明白でしょ、うん、それを引っ張っていけるような土地なんだっていうのはモンゴルにいた時に思ったの。あ、そうなんですね。そう、谷川岳もあって利根川があるでしょ、うん、でああいう水だってさ、みんな東京の人たちって水飲んでるけど、大体、うん、その8割の人、3000万人の人たちは水上から出てる水を飲んだりしてるわけよ。そうなの？そう、利根川の水が都心の人たちの生活を支える一つの基準になってる。あ、そうなんですね。でやっぱりそういった価値に対して非常に敏感じゃん、その我々世代って。だからそういうのを守りたいと、大事にしたいと思う人もいるし、そのためには農業も産業もしっかりと維持していかなきゃいけない、要はそこに人の生活が失われていることでその地域が守られなくなってしまうという課題もあるから、自分の地元を元気にすることがね、多くの人の役に立つ一つかなという視点はね、モンゴルにいる時に感じたところ。なるほど、うん、じゃあそれで出馬をしようと考えるわけですよね。まあそこですぐ出馬にっていうのは繋がんなかったけど、うん、昔から政治家になれって言ってる人が何度も連絡くれてね、で、まあ、若いし一回チャレンジしてみようと。でもそれで失敗してもね、自分の経験だからっていう感じでやったって感じですね。そうだね。実際どうですか？もともと政治家になりなさいみたいな感じで言われてた部分と今なってみて、そこに差とかってありますか？ない。そうなんですね。いいんだか悪いんだか分かんないんだけど、本当に普通の生活というか、はい、政治家なんだっていう感じでもなく、とにかくその困りごとに対してどう解決していこうかなって、はい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 、それこそ協力隊の考え方で、うんうんうん、どうやって
ここの課題に対して役に立っていこうかなっていう視点は JICA にいた時のね感覚とすごく似てる。確かにそこからね学んだことってのはすごく多いかな。地方であればあるほど課題っていうところはもちろんあるし、その課題も一つじゃなかったりするんでね、そういったところを解消するっていうのはマッキーさんがもともとモンゴルでやってたのと似てるかもしれないですよね、アプローチとしては。そうだね。じゃあそういった経験は今も生きてるっていうようなイメージなんですかね。本当に協力隊っていう感じ。ちなみに町議会議員の年齢層ってどれくらいなんですか。年齢層はね、ワッキーさん今30代でしょ。33。若いんじゃないの、みんなから見ると。みんなから見るとお父さんギャップは確かにある、だけどもね、分からないことを分からないって言える方々がすごく多くて、俺も分かんないことは先輩たちも触るし、先輩たちも特に今のパソコンだとかネットだとかそういうのも分からないときは俺に聞いてくれたりするから、まあ確かにね、お互いがお互いをケアしてるところは確かにある。確かにね、今の流れにどういう感じがあるのかみたいなのはマッキーさん分かるもんね。そう、一方でマッキーさんが知らないことは先輩方が知ってる可能性もあると。っていうか歴史とかね、この地域で何があったとか、そういったことを俺いろんな場所行ってたから、全部把握してるかっていうと、まあ、確かにだからモンゴル行ってたもんね分かんないこともやっぱりそういったところはもう気になると聞いて、で先輩方も、でしたら分かんないんだよね、ちょっと分けの教えてくれやこうやるんですよ、タブレットはこうだね設定もないからタブレットの設定ね、タブレット設定、あ、はいはいはい、そうなんですね。マッキーさん的には今後みなかみ町で教育ってところには力を入れていきたいって考えてます。それは絶対よね。あ、そうなんですね。じゃあ今後はそういったところも含めてやっていきたいって感じですか。なるほどね、ありがとうございます。これ最後なんですけど、議員さんになられたからこそ見えてる世界もあるかなと思ってて、地方にいる方とかに一つアドバイスするとしたら何ですかね。アウトプットしてほしいなってやっぱ思うんで、自分が持ってるものって間違いなくオンリーワンだから、どこの特技がそこに刺さるかわからない、行政ができる範囲って決まってて、で行政が実装部隊として現場で動いてしまうとそこに人員がかかっちゃってこっち側の労働時間だったりとかも確かにあるから、官と民がね、連携して物事を作っていくっていうことがやっぱり必要なんだなと特に思う。ああ、なるほどですね。地方だと民の方でそのコンテンツを提供できる人たちが少ない。はい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 。だから何かアウトプットしてほしい。自分が持ってる得意なものを企業でもいいし会社の中でもいいから、こんなことができるんだっていうことを何か一つ、いい悪いに限らず形にしてもらいたい。そこから何か発生して絶対生まれていくから、その繰り返しをした時に何かことが一つできるのかなとは思う。まあ確かにそうですね。そういうね努力は必要かな。なるほど、そうなんですね。僕ここ水上町に来てみて、東京からの立地も結構良くて交通の便も良くて、それよく言って、いやほんとマジで来てみたら分かるけど、めちゃくちゃ近いと思った。新幹線で高崎まで1時間ぐらい、多分1時間もかかんないわ、45分ぐらい。そっからよく分かんない感じの上毛高原か間違えた、よく分かんない上毛高原って間違えた水上町にあるんだよ、から東京駅から、群馬入ったら高崎、高崎の次が上毛高原。そう、そこまで15分とかだから、東京からで言うと1時間半くらいで来れるの。実質1時間ちょっとビビってる僕、近すぎて。かつ水上町地域おこし協力隊16人いるんでしょそうです、やべえよ、ちょっとすげえなって思った。ここ地方で活躍したいと思ってる人はね、だって来てくれるし、未来あるなって僕改めて初めて出張してここ来たんですけど、活気あるなって思いましたね。ここ今みなかみ町のテレワークセンターで動画撮ってるんですけど、施錠がアプリでやってるっていうね、本当にみんなちょっと比較してみてほしくて、みなかみ町の森林が 95% を占めてんのにアプリで施錠してんだよ。自然とデジタルの融合ですよ。いやマジでビビってる。多分ここすごい推進してる人たちいっぱいいるんだなって思って、みなかみ町めちゃくちゃすげえなって思いました。ありがとうございます。とんでもないですまあちょっと余談の話にはなっちゃったと思うんですけど、マッキーさんがね協力隊時代一緒に訓練所を受けててね、まあ今議員さんされてるんでねまあとは言いつつも僕はいつでもこのスタンスで行こうかなと思いますし、でもね本当ね議員だからどうかじゃなくて、普通なんだよねいつもこの状態、この状態でやっぱりね行政と関わってるってすごい大事だと思う。そうですね、本日は楽しかったです。そうでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。